高価のギャラリーのロペコです。ハンドメイド作品をご紹介していきます。こちらは大きなガマ口3点です。赤いリボンをつけた黒猫、お花に囲まれた生地です。内側を撮影します。とても機能的に作られています。片側にポケット、そして逆側ですが2箇所ポケットがあります。持った時の大きさと底部分のマチです。こちらの2点は茶色に足跡がたくさんの生地です。生地は同じですがガマ口の形が違います。ご紹介していきます。大きなガマ口でとても機能的です。内側ですがポケットがこのようにたくさんあります。そしてファスナーポケット、その下にもポケットです。またおまけで小さな印鑑ケースもついています。内側のファスナーにこのようにつけても便利です。持った時の大きさと底部分のマチです。底部分のマチが広い大きなガマ口です。横からも撮影します。内側このようにガバッと開きます。そして置いた時に安定します。ガマ口の金具も可愛いんです。ハートのマーク、そしてここ持ち手をつける部分があります。おまけでチェーンの持ち手をつけてくださってますので、セットしてみるとこんな感じです。持った時の大きさと底部分のマチです。